うん、くすぐってえな。もう勘弁してくれよ、お姫さん。うん、動かんといて。もうちょい辛抱でけん。まことはん、いっつも髪の毛ボサボサやし、見てたらな、なんやムズムズしてん。毛づくろいぐらいさせとおくれやす。綺麗にせなあかんで。女の子なんやさかい。私なんかが綺麗にしたって仕方ねえだろ。見せびらかす相手がいるわけじゃねえし、どうせ暴れたらまた髪の毛ボサボサになるし、整えたって意味ねえもん。暴れる予定あるんどすか。あかんや、あんまり危ないことしたら。ふん、いいだろ。それが私らカオンの仕事なんだからさ。ビーストの仲間たちの安全を守る立派な仕事じゃねえかよ。脈絡なく暴れてるわけじゃねえし、姫さんにも迷惑はかけねえよ。迷惑やなんてちゃいます。心配なんよ。あかんえ、あんまり喧嘩っ早いのは感心しまへん。玉のお肌に傷跡でも残ったら大変どす。何をするにしても気ぃつけてな。早死にしたらあかんえ。もううちの子たちはなんでこう血の気が多いというんか、本能に忠実やというんか。それがいいところでもあるだろ。変に気使わなくて済むしさ。腹に一物隠してるようなやつはいねえもん、うちにはさ。本能上等、けだもの上等だよ。いい加減に静かにしたまえ。あ、おい、どうしたかすみ。私に何か文句でもあんのかよ。自意識過剰だね。君になど用はない。私が文句をつけたいのは、そこで朝も昼も夜も踊り明かしているアホだよ。確かにカスミーに比べたらアホかもしれないけどさ、今は夕方さ。朝も昼も夜もだけじゃなくて、夕方も踊り明かしてるさ。食後の運動、カスミーも一緒にやるか。踊ればストレスも嫌なことも全部吹っ飛ぶよ。ああ、もう、とりあえず、その無駄に陽気な音色の楽器を弾くのだけでもやめたまえ。試作に集中できない。どうしてうちの事務所はこんなに常に騒がしいんだ。事務所じゃなくてギルドハウスさ。カスミーだけの縄張りじゃないんだし、他人のやることに文句をつけるのはマナー違反よ。笑って許して仲良くするさねえ。それで世界は平和よ。マナーの話をするのかね、君が。君にだけは言われたくない。そんな半裸で踊り狂って品性を疑うよ。あはは、本当は水着になりたいんだけどね。この地方だとちょっと寒いさ。噛み合わないね、会話が。ああ、もう腹立たしい。論理的に喋りたまえ。まあまあ、喧嘩すんな、お前ら。せやで、仲良せなあかんで。ギルドマスターにたしなめられては仕方ないね。私も自分の立場はわきまえている。居候の分際でギルドの内部に圧力を生むほど野暮天ではない。喧嘩はしてないさ。カスミーが突っかかってきただけよ。仲直りのために一緒に踊るさ。ほら、本なんかポイするよ。うわぁ、まだ読みかけなのに。か、買ったばっかりなのに。ダメだこりゃ、収拾つかねえや。それがカオンの気風どすえ。うちがもっとしっかりせなな。
応書類上ではうちがギルドマスターやさかい。いいんじゃねえの、これはこれで賑やかで自由で楽しくってさ。つってもうちのギルドハウスはかなり広いとはいえ、ずいぶん大所帯になっちまったしな。こうもすし詰めになってりゃストレスもたまるってもんだ。つうことでお前ら散歩にでも行こうぜ。町のパトロールがてらな。踊ったり本読んだりするだけじゃなくて、たまには働け。はーい、確かに屋内で走り回るのはどうかと思うさ。行くさー、かすみ。うわ、無造作に抱き上げるな。君ね、ちょっと慣れ慣れしいよ。よーく言われるさ。でもビーストみんな兄弟さ。ううん、ビーストもヒューマンも魔族もエルフもみんな仲良くできれば世界は平和さ。そう簡単な話ではないだろう。君もたまには本を読みたまえ。書物を紐解けば世の中に渦巻く悪意について知ることができる。あ、読む読む。カスミいつも楽しそうに読んでるから気になってたさ。おすすめの本教えてほしいさ。いいとも、傑作を貸してあげよう。君には少々難解かもしれないがね。頑張って読むさ。その代わりたまには一緒に踊るよ。気が向いたらね。譲歩されてしまったからにはいつまでも行動していると私の方が異常識というそしりを受けかねない。休戦しようか。私も少し口が過ぎたよ。ごめんねかすみ、うるさくしてたらイライラするのも当然さ。君が謝る必要はない。わずかばかりの騒音を感情できない私の心が強烈なのさ。聞き慣れればきっと心地よい伴奏に思えるだろう。私も早めに感音になれるように努めるよ。あまり輪を乱してここから追い出されてはかなわないからね。路地裏の野良犬に戻るには少々ばかり長いしすぎたよ。しかし動くのは億劫だ。散歩は君たちだけでしたまえ。私は読書に戻る。そう言わずにみんなで行くさ。今日の風は南南西、私の故郷から吹く風よ。コロッと仲直りしやがった。気をもんでるこっちがアホみたいじゃねえか。いいけどよ、平和でさ。せやせや、平和が一番だっせ。ほな行こか、みんなでお散歩に。手つないでな、はぐれてしまわんように。でお散歩楽しいさ。一応お散歩じゃなくてパトロールだからな。名目上楽しく歩くだけじゃなくて、一応不審なやつがいないかとか気を配っとけよ。わかってるよ、なんくるないさ。本当に理解してんのかよ。お前は能天気だよな。いいけどさ、私がしっかりすりゃいいだけの話だし。今日はマコトも一緒にお散歩してくれて嬉しいさ。いつもは夜にはすぐ帰っちゃうから。ああ、居酒屋の仕事があるんだよ。今日は休店日だから付き合ってるけどな。おっと、ちょっとペースを落とそうぜ。姫さんとかすみを置き去りにしちまってる。あんまり離れすぎんよ、気ぃつけてな。かすみはん、あんまり嫁が聞けへんみたいどす。転んでもたら大変やさかい、ゆっくりのんびり歩きまひょう。あはかすみ、本の読みすぎで目悪くなってるさ。いやいや、私の目が悪いというより君たちの目が良すぎるのだよ。
私が禁止気味なのは否定しないけれど。とはいえ、いざとなれば魔法で視力を強化するから問題ないよ。余計な気遣いだ、などとは言わないけどね。それよりも、こんな団体さんでゾロゾロ歩いていても仕方ないだろう。ランドソルは広いしね。担当地区を分担するなりして、もっと効率的にパトロールするべきなのだよ。みんなでお散歩楽しいさ。仕事なのだから楽しさは二の次にすべきだろう。まあ他のギルドの縄張りとかもあるしな。私らはギルドハウスの近所、ビーストの居住区だけ警らしてりゃいいんだよ。ナイトメアなんかと鉢合わせしたら単独だと危険だしな。あいつら私らを目の敵にしてるし、私らが他のギルドと揉めたりして治安を悪化させたら本末転倒だしさ。ふむ、意外と理にかなっている。君たちは本能的に最適解を選ぶよね。君たちって人ごとみたいに。カスミーももうカオンの一員さ。もっと心を開いてほしいさ。ねえ、おっともたち。抱きついてこないでくれたまえ。君ちょっと慣れ慣れしいよ。みんな私みたいなコミュ障にも気さくに接してくれて嬉しいけど、ダメだな、つい突っ張っちゃう。もうソロギルドで活動してるんじゃないのに。仲間ができたのに。もっと愛想よく振る舞うべきだよね。ん？みんな見て、あそこの路地裏に誰かがうずくまってるさ。おお、あんなんよう気ぃついたな。カオリハン、ええー、子ええー、子。私様子を見に行ってみるさ。みんなはここにいて。おいおい、一人で突っ走んなよ。一緒に行こうぜ。姫さんたちは何かがあった時のために待機しといてくれ。いざという時は援護を頼む。はーい。マコトハンも気ぃつけてな。町ん中は安全って言うんが通説やったけど、最近はシャドウが出てくるようになったし、いまいち安心できへんよ。おうよ。おい、そこにいるやつ、ゆっくり両手を上げてひざまずけ。カオンだ。怪しいやつめ、そこで何してる。あれれ、誰かと思えば君さ。ああ、マジだ。お前何やってんだよ、こんな路地裏で。どないしたんどす？ああ、王子はん、おばんどす。みんな、知り合いかね？ほえ、かすみはんは初対面どすか？この人は、魔法姫を悠久の彼方から迎えに来てくれはった王子ハンドセ。また妄想の話かね。一人でも信じてくれる人がおったら妄想やなくて現実だせ。王子ハン、王子ハン、何してはるん？虹色に輝く恋の鱗粉を漂わせる妖精ハンでも探してますん？赤しまへんよ。妖精ハンはきちっと幸福感でつづら折りにした鳥かごに囲っとかんと。翻訳すると、お金でも落としたの？ちゃんと財布に入れておくべきだよ、みたいな感じかね。ドキドキ、我らがギルドマスターの物言いは不可解だね。まあ読み解けないほどではないけれど、君、事情を説明してほしい。うせもの探しなら得意分野だ。力になるよ。私も得意だ。嗅覚を一時的に常人の10万倍まで強化できる。お前の匂いをたどれるぜ。何を落としたんだ？
それとも何か他に困ってることでもあんのか？探し物は増えてたから、私はみんなを応援するさ。戻ったらあかんよ、カオリはん。ドタバタしたら落とし物を蹴っ飛ばしてまうかも。応援してくれるその気持ちはありがたいけども、王子はんのことやからな。異次元への扉でも開いて、その向こうに大事なもんが消え失せてしもたのかも。かわいそうやね。もはや愛の力で牽引するしかありまへんや。いや、意味がわからねえ。ふんふん、お前近頃よく私物がなくなるのか。服とか小物とかがいつの間にか見当たらなくなってんの？今日も手荷物を置き引きされたのか。ランドセル、マジで治安が悪化してるっぽい。最近そういう盗難とかの報告が増えてるよな。死人とかが出てるわけでもねえけど、ちょっと本腰を入れて捜査すべきじゃねえのかな、姫さん。なんだか嫌な胸騒ぎがするぜ。せやねん。うちらのギルドハウスでも同じようなことがあったな。うちの大事にしとったレース縫いのハンカチがいつの間にか消え失せてしもたんよ。うちの居酒屋でも似たようなことがあって、取った取られたで客同士がトラブルになってたよ。うっかりしてただけだと思ってたんだけどな。ふむ、そういった盗難騒ぎが増えてきたのは最近だね。シャドウとの関連性を疑わざるを得ない。ちょうどあれの出現が多発し始めた時期と一致する。盗難騒ぎがあった付近ではシャドウの目撃情報も増えているよね。シャドウが物を盗んでるってことか？あれに自発的な意志というか知性のようなものは存在しないというのが通説だよ。何か目的があってシャドウが窃盗をしているとも思えないけれど、でも鳥だって巣作りのために何かを持ち去ったりするからね。ねえねえ、みんなちょっといい？なんだよ香織、今ちょっと考え事をしてるんだけど。下手な考え休むに似たりさ。それよりもあそこにシャドウがいるさ。マジだ！本当に目ざといよな、香織は。あのシャドウ、手に何かを持ってるな。ん？あれがお前の探してた手荷物なのか？やっぱりシャドウがいろんなものを盗んで回ってたんどす？それははっきりしねえけど、とりあえずあのシャドウを捕まえようぜ。待ってろよ、大事なもん私が取り戻してやる。あは、早い者勝ちさ。考え事はみんなに任せて、私は肉体労働を担当するよ。キャッハー。あんまり暴れんといておくれやす。怪我せんように気ぃつけてや。私たちが大暴れして町の治安を乱したら本末転倒だしね。しかし不可解だ、あのシャドウという存在。魔物の一種とされているが違和感がある。物を盗んだりなど軽微だが被害も出始めている。深刻な事態に発展する前に本格的な調査をすべきだと愚心するよ、ギルドマスター。せやね、放置はでけしまへんな。いややな、近頃変なことばっかり増えとる気する。うちらがのんきにお散歩できるような平和な日常を取り戻したいわ。
と二人で仲良く街のパトロールをしてきたさ。訂正したまえ、香織さん。二人でではなく、君が私を肩車して無理やり同伴させたんだろう。ほとんど誘拐だ。せめて仲良くという表現には物申したい。というか君は物好きだね。私のような偏屈者にちょっかいばかりかけて、一緒に行動してもつまらないだろ。そんなことないさ。かすみ、私とは全然違う考え方をするから、喋ってると楽しいさ。いいけどね。別にさほど迷惑でもないし。むしろ香織さん、ことあるごとに私の相手をしてくれるから嬉しいな。仲良くしようとしてくれてるんだよね。もうちょっと私の方からも歩み寄らないと。どけどけ、お前ら。出入り口付近に立ち尽くしてんじゃねえぞ、邪魔だ。何事だね。逃げんといておくれやす、まことはん。おっと、香織はん、かすみはん、おかえりなさい。ともあれ、ちょっとまことはんを捕まえておくれやす。せっかく綺麗なおべべを着せてあげようと思ったのに逃げはるんよ。あは、魔法ったらまたまことを着せ替え人形にして遊んでるさ。うむ、着たくもない服を無理に着せるのは感心しないよ。それは愛情ではなく虐待だ。そうだそうだ、言ってやるよかすみ。あ、もう勘弁してくれよ姫さん。あたしにはひらひらフリフリな服は似合わねえって言ってんだろ。そんな女の子みたいなのはさ。まことはんも女の子どうせ。せめて髪だけきちんと溶かしとくべきどす。かわいくさせとくれやす、かわいく。あたしなんか何をどうしたってかわいくならねえよ。じゃあな、あたし居酒屋の仕事があるから帰るからな。あばよ。もう今日こそはまことはんをラブリーにしたろと思ったのに。魔法ってばそういうの好きさ。服なんかなんでもいい、全裸でもいいぐらいよ。生まれたままの姿が一番自然で魅力的さ。いや、さすがに全裸はどうかと思うよ。ギルドマスター、いつになく意固地な風に思えるけれど、何か誠さんを着替えさせなくてはならない、のっぴきならない理由でもあるのかね。うん、急な話やけど、実は明日動物園本部からお偉いさんが視察に来はるんどす。ほら、こないだナイトメアの襲撃を受けましたやろ。その件については上層部同士で交渉があって、示談にしようって方向でまとまりつつあるんどすけど、いろいろ事後処理とか調査とかが入ることになったんよ。そのお偉いさんの相手はうちがするけど、事情に深入りしてはる誠はんも同席してもらおうと思って。せやからおめかしせんとあかんねん。あは、まこと見た目は山賊っていうかならず者っぽいしね。そのまんまお偉いさんに合わせるわけにもいかないさ。服装については君もどっちもどっちだけれど、まあ事情は分かった。別に無理に着飾る必要はないと思うけど、礼儀としてそれなりの見栄えにしておく必要があるわけだね。うん、せやけど誠はんエロー嫌がるんどす。この機会に可愛い衣装とか着せたろうと思ったのに。そういう余計なことを考えるから失敗するのだよ。けれどま、動物園は
我らカオンの上役だ。そのお偉いさんに失礼があってはいけないね。せやねん、うちらトラブルを起こしてしもたしな。下手したらギルドのお取り潰しもありえるんよ。それはあかんや。もうそれは困る。私としてもまた路地裏の野良犬に戻りたくはないね。よし、そういうことなら私も手伝おう。一計を案じてみるか。灰色の脳細胞を復活させて。任せておきたまえ。私が誠さんをお上品なレディに仕立て上げてやろう。たく、姫さんにも困ったもんだよな。まあ悪気はねえんだろうけど、でもな、私みたいなのが着飾っても似合わねえし、逆になんだその格好はバカにしてるのかって怒られる気がする。ピエロにはなりたくねえな。姫さんやユイだったら可愛い衣装も似合うんだろうけど、私も別に興味ないわけじゃねえんだけど、なんだかな、やっぱり気恥ずかしいな。私には必要ねえよ、可愛さとか。あ、お前奇遇だな。うん、どうも買い物の帰りって感じだな。道は同じっぽいし一緒に帰るか。お前って弱っちいしさ、私が護衛してやんよ。ん、おい、どうして顔を近づけてくるんだよ。お、いい匂いがするって。ああ、さっき姫さんに香水を吹きかけられたんだよ。匂いから綺麗になるんやとか言われてさ。あんまり匂いがつくのは好きじゃねえんだけど。お、あんまり嗅ぐなよ、なんか照れくせえし。お前もやっぱり女の子はいい匂いとかして綺麗で可愛い感じの方が好きか。いや、ごめん、どうも変なことを聞いちまったな。ん？静かに。なんかそこの路地裏から怪しい気配がする。下がってろ、物取りかもしれねえぞ。近頃治安が悪くなってるし、とく自宅に帰るだけで一苦労だぜ。でもだからこそ可愛い服とかに着替えなくてよかった。衣装を汚したくないって動きが鈍っちまいそうだし、私はこれでいい。どうせ生まれついての乱暴者だよ。なんか飛んできた、打ち払ってやれ。おりゃあ、飛んできた何かが爆発した。おお、砕け散ったのか。なんだこりゃ、ペイント弾。違うな、塗料が詰まったビニール袋か。まんまと引っかかったね、マコトさん。うわ、かすみ、お前何してんの。塗料、お前が投げつけたのか。なんでこんなことをしやがる。場合によっちゃ怒るぞ。ちなみに塗料を投げつけたのは私さ、投擲も得意よ。どうや、マコトはん、これぞカオンの秘策、北風と太陽作戦だす。揃いも揃って何なんだよマジで。お前ら暇なのか。物分かりが良くないマコトさんに親切心から説明してあげよう。可愛い衣装を無理に着せようとしても嫌がられる。だから発想を転換して誠さんに着替えたいと思わせる方向に考え方を変えた。衣装が塗料で汚れればいくら細かいことを気にしない誠さんでも着替えたくなるだろう。着せるためにはまず脱がす。それが私の作戦だ。うちが趣味で集めとるメルヘンな絵本を見て霞ハンが思いつきはったんだす。いや、うまくいったな。ほんまに北風と太陽みたいやわ。無理強いはあかんもんな。自分から着替えたくなるように
ち向けるべきやったわ。学ばされた気分やわ。みんな手伝ってくれておおきに。水臭いね。お礼など不要だよ。私も私の居場所を守るために全力を。とりあえず全員一発ずつ原骨な。次は香り。おりゃ。暴力反対さ。ちなみに頭蓋骨の方が手の骨よりも頑丈だから、頭を殴ると拳を痛めちゃうさ。忠告ありがとよ。姫さんにもおりゃ。あら、まことはん、うちのことは優しく撫でてくれはりましたわ。不公平だ。まことさんは荒くれ者に見えて意外とお優しいね。とはいえ正直もっと怒るかと思ったのだけど、言い訳させてもらうと、明日の動物園本部からの視察をやり過ごすため、無理やりにでも誠さんには着替えてもらう必要があったのだよ。そういや姫さんがそんなようなことを言ってたな。ともあれ、別に怒ってねえから安心しろ。お前ら全員ギルドのためを思って行動したっぽいし、実際余計なお世話だけど大丈夫だってば。私も明日はちゃんとした格好をするから。ただし姫さんの趣味だと乙女チックになりすぎるし、服は自分のセンスで選んでもいいよな。母ちゃんのよそ行きの服でも借りるよ明日はさ。つうかお前らもアホなことばっかりしてないで、ちゃんと真面目にギルドの仕事もしろ。それこそお偉いさんに叱られんぞ。正論だね。どうするギルドマスター、マコトさんはこう言ってるけど。ほんならこの後お洋服を選びに行きまへん。うちの趣味やとマコトはんは嫌がるけど、みんなで意見を出し合えば真っ当な感じになりますやろ。うん、うちみんなでお買い物がしたいわ。いや、私居酒屋の仕事があるんだけど。そう言わずにみんなで行くさ。居酒屋のお仕事も後でみんなで手伝うからよ。そうだね、ちょうど彼もいるようだし都合がいい。君もよかったら一緒に来てほしい。女の子だけで服を選ぶとそれはそれで意見が偏るからね。うん、せやね。王子はんも一緒に買い物してくれたら嬉しいわ。かわいい姿を見せびらかす相手ちゃんとおるやん、まことはん。いや、こいつまで巻き込むなよ。まあいいけどさ、どうせお前らは何を言っても聞かねえんだろ。まずは塗料でベトベトして気持ち悪いからタオルとかくれる。その後はまあおとなしく付き合ってやるからさ。お前もいいか。ごめんな、妙なことに巻き込んじまって。ったくよ、困ったもんだよな。毎日毎日ドタバタ騒ぎを繰り広げて、あたしらカオンは町の平穏を守るギルドのはずなのにさ。